ところにありますので、これがあることで、上と下からしっかりと人間の親指を使っているのと同じようにロックして握ることができるんですね。まあ、これがパンダのアイデンティティということになるんですけれども、まあ、ただの骨の塊なんで指みたいにむにゃむにゃってカットされたリンゴが出てくるってことはまずありませんので、こういうリンゴは食べてないですね。何食べてるかというと、まあ、パンダといえば皆さんご存知これですね、竹、まあ、正確には竹の葉っぱの部分だけ食べてるんですけれども、この竹の葉っぱを食べるのに、とても便利なんですね。というのもですね、この竹というのがなかなか特殊な植物で、その辺に生えてる木と違いましてですね、表面ツルツルで硬いですから、爪を立てて登っていくって個体であればそれでもなんなりと登っていくことはできそうなんですが、ヨシンバ登ってったとしてもですね、今度はこの枝がですねぐにゃーっとしなります。イチゴ体重が 6.5 キロぐらいあるんですが、まあ、イチゴに限らずパンダって体重が4キロから7キロぐらいあるんですね。ですからこのしなる枝の上を歩いていくっていうのはなかなか難しいと思いますけれどもね、まあ、逆にこの枝簡単にしなりますので、例えばですね、まあ、さっきからイチゴがやってるように立ち上がって、で届くところの枝に手伸ばしてですね、でガシッとこう掴んでぐにゃーっと自分の方向に曲げてくれば簡単にこの葉っぱを食べることができるんですね。ですのでこの、パンダが物を握るという行動はですね、竹の葉っぱを食べるのにとても役に立っているわけですけれども、ではですね、パンダというのは竹を食べるのに向いた動物なのかと言いますと、実はですねあまりそうとは言えない、部分がありまして、まあ、確かに手の構造は竹の枝を握るのに役に立ちますし、それから奥歯もですね、我々人間の奥歯と一緒で上の歯と下の歯が噛み合ってるんですけれども、これはですね、植物を食べるのに、植物をすり潰すのに向いた行動、向いた構造といえますね。本来肉食動物っていうのは上の歯と下の歯っていうのはキリンやなんかの仲間ではですね、胃袋がものすごく大きくて、その中でたくさん微生物を飼ってますし、それからですね、消化期間も非常に長いんですね。ここ来る前ゴールデンターキンの金太でいたと思うんですが、ゴールデンターキンヤギの仲間です。牛とかヤギとか羊とかそういった動物っていうのは体の長さの大体16倍から20倍ぐらいの、ものすごい長さ